オラ悟空じゃない、オスオラクルクルクール。今日もマリオメーカーやっていくぜ。プランクさん、プランクさん違うよ、マールテンサー、イエーイ、プランクさんっていうコースですよ。何を言ってるんだろう。新着コースから今日は遊んでいくよ。早速最初のクリア者になれるように気合い入れて頑張っていきます。今日は出だしから滑った。まあ、いつものことか。サムネからしてね、明らかに難しそうな匂いがしたんですけど、クリアできるかな。まあクリアしないと話にならないんだけども、これはどうしようか。あ、何これ、上にコウメさんがある。全部出しておきましょうか。はい、もう一個ぐらいあるのかな。あった。そしたらこっちにはないか。上には何にもない。はい、そしたら空中バネジャンでもしていこうかな。あ、正解、正解ってわけじゃないか。ここは右には行けないから落ちていって、はい、あれはなんだ、キノコとか入ってんのかな。お、キノコありがたくないな。これ入れないな。あ、入れた入れた、ラッキー。ここはどっちに行くんだろう。この音符じゃないや、持ったままいけるかなと思ったけど、ちょっと高さ的にきついかな。ちょっとここで諦めよう。はい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 、あー、なかなか狭い隙間を通らせるいやらしい作りですね。ほい。ただ敵の攻撃は激しくはないから落ち着いて進んでいくよ。道が非常に分かりにくいけどね。メットは倒しちゃって大丈夫かな。どっち行こう、どっち行く、みんな。僕は右、オッケー、登ってカーブ行く。はい、ここはどっちだ。上は行き止まりになってるっぽいから右だね。行くよ。はい、あ、当たっちゃったか。しょうがないしょうがない。オッケー、来られた来られた。そして僕を待ち受けているものはこれ、下の位置アップ。閉じ孔明さんっぽくないですか。引っかからないよ。そしたらこれは上だね。上のツタを伝っていくる、ツタを伝っていくる。はい、みんなも繰り返して、ツタを伝っていくる。ちゃんと言ったかな。これ当たらないとダメか。あ、クソ落ちた。こういうことするかな。はい、あー届かない、届きそうで届かない。まったくイライラ系コースを作る職人さんは一人で十分ですよ。来る来る、オッケーからの、ここら辺一発踏んで時間を調整していかないと当たるよ。これでいいかな。はい、この音符ブロックなんか入ってたりしない？入ってないか。ボス戦もありそうな感じですよね、この感じだと。どっかでクッパと戦うんだろうな。よいしょ。ただね、めちゃくちゃ難しいわけではないこのコース。ところどころにちゃんとアイテムがあるんだけど、使い方はよくわかんないね。キノコとかが欲しいな。あ、これは何だろうな。バネ？なんでバネが2つもあるの。持って行った方がいいんだろうな。じゃあちょっと戻っていきますか。どっかでバネを使うところがあるのかな。ここ上はいけないし、だってバネが2つも隠してあるんですよ。なかなかないですよ、そういうコース。あ、ここで使うのかな。なくてもいけるけど、まあ使ってみますか。はい、あー、これはテレサの間をくぐっていけなくはない、くぐっていけなくはないけど、ちょっときつい。そんな時は、あ、バネがなくなった。あ、届かないかな。え、あー、届かないか。ちくしょう。いや、届く届く、いくよ。あー無理か。こっからやり直しはきついな。ここまでバネを持ってこないとダメと。了解了解、 OK、 分かりました。これね、上トゲの上を越えていくの結構当たりそうで怖いから、安全策で下から行こう。ビビリプレイのくるくるくるでございますよ。皆さんお忘れないようにお願いします。いいですか。
Repeat after me. ビビリプレイのクルクルクル。よし、OK、完璧。降りて降りて、時間調整して進んで、この辺は特に何もなかったような気がする。上から行こう。キノコが欲しいような、いらないような。届け僕の思い、熱苦しい思い。ほい、オッケー。あー、さっきはここは落ちないで行けたからバニーはすぐ取れたんだけど、よいしょ、戻ってきたぞ。上のこいつを取っていこう。結構で十分だよね。はい、こっちに来ちゃえばいいんでしょ、はい、あ、しまった。上に来て、こっちだよね、正解ルートはね、多分ね。この下ゴールじゃないのかな。あ、ゴールだった、よかった。あー、最初おとなしくテレサの隙間抜けていっちゃえばよかったですね。いや、新着コース楽しく遊ぶことができました。予想よりずっと面白いコースでしたね。プランクさんじゃないって何回間違えるんだろう。5分30秒かかっちゃったけど、一番乗りすることができました。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいくる。お次はこちらのコース、読めません。結果訴状、訴状研究、訴状訴研究、何でしょう。ゆうとさんという方のコース遊んでいきましょう。こちらもまだね、挑戦者いないようなんで、最初のクリア者になれるように気合い入れてやっていくる。と思ったらいきなりヨッシーをいただける。で、バネがいっぱい。あ、今のでかいやつは欲しかったかな、使うのかな、使えそうな気もするんだけど、この先は何が待ち受けているんだ俺たちを。でっていうと、あれ、ゴールじゃん。オッケー、ヨッシーと仲良くゴールすることができる珍しいコースでしたね。このコースのタイトルの意味も読み方も全然わからないんで、わかる方ぜひ教えてください。結果訴状訴研究、ゆうとさんのコースでした。ありがとうございました。それでは次のコース遊んでいこう。あ、しまった。遊んでいこうとか言っちゃった。遊んでいくるだった。いいか、みんな聞いてないぞ、今のは遊んでいくる。はい、お次も新着コースのスピランを遊んでいきます。今度のコースは結構遊ばれてますね。気分テンションアップ、華やかなスピードラン、ハルキさん、よろしくお願いいたします。 3% 台のクリア率なんで、まあ大丈夫でしょう。うん、パウを叩いて、スタンプ開いて、3列でスピンジャンプ、スピンジャンプからの降りていって、花ちゃんはこれは踏んでいくタイプか。しまった、しまった。あー、これ叩けないんだよ、いつもイライラするんだよ。メットかぶって、はい、花ちゃん踏んで扉にお邪魔します。時間かなり使っちゃってるな。これはどうすればよかったんだ、こっちかな。ほい、残り5秒。はい、あー、先の様子を見たい、先の様子を見たい。あの土管に入ればいいのかな。5秒ぐらいはやっぱり欲しい感じがするんだけども、間に合ってない、間に合ってない、間に合ってない。最近ああいうところでやられることが多い。くるくるくる、結構ね、あれいっぱいあるんですよ、精神的に。いくよ、この花ちゃんも難しいんだよ、なんかさっきからうまく踏めなくて。もし一発で叩けたー、オッケー、私はアルトソプラノも歌えるよ。何言ってるんだろうね、気持ち悪いんだよ本当に、くるくるくるのくせに。よいしょ、当たっていく。オラの底力を見せてやるべよ、何人だ俺は一体。さて、この撮影が終わったら美味しいもの食べたいな。高野豆腐も食べたいな、高野豆腐食べたい。あとダイエットにいいものが食べたい。お腹がね、大変なことになってるからね、このまま突っ走っていくやで。 OK、
OK、危なかった。今の結構危なかった。残り5、4、3、2、1、0。これ、あーよかった。このコース相当時間厳しいですよ。っていうか、あのプロペラの使い方が難しいのと、結構詰まっちゃうところが多い。気分テンションアップ爽やかなスピードラン、春樹さんのコースでした。ありがとうございました。はい、それでは次のコースを遊んでいく。あ、なんですかこのコースは。スピードラン鬼門山、80秒実況者ならもちろんクリア。引っかかりませんよ。その後ろに流れたコースやっていきます。あ、スピラン涼太くんさんか。ということは期待値マックスですね。ブラバーを超えて、難易度がわからないけど、まあこの人のコースだったらどんなコースでも楽しく遊べるんじゃないかなと思うけど、こうか。はい、お邪魔します。からの右。しまった、今のせっかくクールクールクールを言うところだったのに言えなかった。ちょっと残念。クールクール、オッケー。久しぶりに行ったぞ。戻って戻って土管にお邪魔しまるよ。残り24秒。ちょっと途中で1秒ぐらいタイムロスしちゃってるのが心配だけど、まあ間に合うんじゃないかな。多分なスペラン涼太くんさんのコースですからね。これは上、はい、赤コイン回収してまた上に登ってベッドは投げる感じ。はい、くるくるくる。扉お邪魔しますよ。残り8秒、一発クリアさせてくれ。落ちていって、お、これはある意味ドスン耐久ですね。あ、隠し土管があったのか。行きましょう。そしてゴール、一発クリア。見たかいみんな、これが俺の実力さ。あー調子に乗った、ごめんね。爽快さマックス、タイムギリギリ50秒スピードラン、スピラン涼太くんさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくる。はいはいはい、それでは今日のラストはこちらですよ。はいは1回でいいよ。スピラン初心者でも簡単にできる20秒スピードラン、黒道久しぶりだね。 2.51%、 12秒でクリアしてる人がいるからタイムはかなり余裕があるのかな。スピラン初心者でも簡単にできる20秒スピードランやっていくで。まずは本当に簡単にクリアできるのこれ。いきなりやられたよ。くるくるくる、オッケー。ここまでは難しい。くるくるくる、当たるやないかい。これクルリンいるよね、普通に考えてね。くるくるくる、そしてもう一丁いくよ。くるくる、できなかったやないかーい。畜生め、この最初のブラックパック抜けるの毎回かなりヒヤヒヤしてますよ。よいしょ、いくよ。あれーまあ、ほいほいほい、なびきくからのクレクレクレクロリン。メットをかぶったけどすぐ取られちゃったな。これまずいんじゃないかな。難しいでしょこれ。どうなってるんだ。本当に初心者でも簡単にできるのか。このコースは絶対できないと思うぞ。クレクレクレクロリン入れて、オッケーオッケー。今度はメットのまま来られた。これでここの時計も一回経ってもご利用せる。よいしょ、これね、初心者でも簡単じゃないよ、黒道。マリオナムワン、フフー。結構苦戦したわ。まあ、自称中級者だとは思っているんですけど、苦戦した。あの、トゲの間の一マスのバネ、あれとかはね、無理だって、初見じゃ絶対。よし、今日のラストはこちらに決めたよ。ミニ改造ラン3、まっすぐお進みください。3、アンナさん久しぶりですね。こちらのコースを遊んでいきたいと思います。アンナさんのコース今回はどんな感じなんでしょう。まあ大体ね、毎回似たような仕掛けではあるんで。ん？ん？これスピンジャンプ？はい、
スピンしてみた。オッケー、投げる。オッケー、スピンかな、また。今回は、いつもとは違って、スピンジャンプをうまく駆使して、クールステージ。いい、みんな今の聞いた？うまく駆使して、クールステージ。はい。ごめんなさい。よいしょ。トゲゾー投げて、またスピンジャンプ。はい。踏んだら、もう一回スピン。オッケー、気持ちいいよ。ここでもう一回スピン。いくない。ちょっと、踏み切り位置が違ったかな。ドッスン踏んで、トゲゾー投げられない。踏んで、投げて、蹴っ。うん。いくよ。投げる。スピン。鍵ゲッチュー。今度は、ちゃんとあった。よかった。またなかったらどうしようとか結構不安になっちゃった。あ、トゲゾー持ってるねって、どっちに帰ってんの？ボム兵ちゃん、ちょっと。今度こそクリアしていくぞ。結構な回数挑戦してますからね。いい加減そろそろクリアしないと、見てる方が飽きてきちゃうからね。ちくしょうめータイム的にまだまだ結構の先も長いと思うのに、このコース1回突破できたところも次突破できるとは限らないんですよね。こう来て、こう来て投げる。オッケー。もう一回スピン。オッケー、ワンワン踏んで投げる。スピン。オッケーオッケー、いい感じ。今最後どうなったのか全然わかんないや。そしてマリオが連れ去られた。あー、やっぱり決まると面白いんですよね、アンナさんのコースね。ミニ改造ラン3、まっすぐお進みくださいよ。いいね。はい、そして今日はこの辺りでくるくるくるはお開きにしたいと思います。チャンネル登録まだお済みでない方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。みんなの講師も募集してるんで、どんどん送ってくださいね。今日は他に言うこと何かあったかな？大丈夫かな？それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。